美咲ちゃんお疲れ様。定時後に悪いんだけど、ちょっと話があって、今時間ある？はい、大丈夫です。どうかしましたか？実は海外赴任の件なんだけど、本当に行かなくていいの？美咲ちゃんなら絶対にやりたがると思ってたんだけど、海外赴任ですか？すいません、何のことだかよくわからないのですが、え？聞いてないの？旦那のゆうすけくんから二人で相談した結果ですって言われたんだけど、のところ？私何も聞いてないです。その海外赴任っていつの話ですか？え？先週の金曜日よ。人事部と誰を推薦するか相談しててね、ちょうど通りかかったゆうすけくんにも話しておいたの。そしたら自分から美咲ちゃんに伝えておきますって言ってたんだけど、この週末何も聞いてないです。そうなの？それで週明けの今日、ゆうすけくんから連絡があったのよ。週末に二人でゆっくり話し合った結果、断らせてくれって。え？仕事よりも夫婦二人の人生が大事だし、今後子供の予定とかも考えると今は海外に数年は行けないって。嘘でしょ？何も話し合ってないのに勝手に断っていたなんて。というか、僕を代わりに行かせてくださいって言ってたんだけど。じゃあこれも二人で話し合った結論じゃないのね。全く話し合ってません。もちろん子供のこととかいろいろ先のことは考えてますけど、でも海外赴任のチャンスを私が逃すわけないじゃないですか。実は私も少し違和感があったのよ。だって前から海外の仕事に関わりたいって言ってたし、美咲ちゃんならすぐに飛びつきそうな話したもの。念のため本人にも確認しておいてよかった。ゆうすけったら何を考えてるの？こんな勝手に私の仕事を奪うみたいな真似して。ゆうすけくんなりに夫婦の先のことを考えた結果なのかな。だとしてもこんなやり方は良くないよね。美咲ちゃんの気持ちも考えずに勝手に話を進めるなんて。もしかしたらゆうすけも海外の仕事をしたかったのかもしれません。最近私が昇進してゆうすけの年収を越したから、やけにイライラしてたり焦ってる様子で。なるほどね。でもこれは二人でよく話し合うべき問題だと思うの。一度夫婦で話してみて。海外赴任の話は私のところでまだ止めておくから。あやさん、ありがとうございます。美咲ちゃんの気持ちもちゃんと伝えるのよ。もし何かあったらいつでも相談して。部長の私にできることがあれば力になるから。心強いです。本当にありがとうございます。私も美咲ちゃんの今後の活躍に期待してるからね。でも海外赴任はもしかしたら数年単位で戻ってこれないかもしれないの。仕事も大事だけど、夫婦の時間のこともしっかり考えてみてね。はい。ねえゆうすけ、今日家に帰ってきたら大事な話があるんだけど、もしかして今日は残業？まあごめん、今日は無理かも。部下たちが俺のために飲み会を開いてくれるんだよね。ゆうすけのために飲み会？何かあったの？そうそう、俺の海外赴任が決まってさ、その送別会を開いてくれるって言うんだよ。え？海外赴任ってどういうことかな？すごいだろ。ついに上の人たちに俺の実力は認められたんだ。早ければ今月末にはアメリカに行くことになるかもしれなくて、しかも数年単位の大きな仕事でさ、帰ってきたら大きく出世だろうな。ちょっと待ってよ、本当は私から奪ったくせによく自分が認められたなんて言えるわね。は、何言ってんだよ。お前から奪ったって何の話だ？全部部長から聞いたよ。最初は私の推薦を考えてくれていたそうね。私の海外赴任の話だったのに勝手に断って自分が行くなんて信じられない。なんで黙ってたのよ。バレたか。まあでもいいか、バレたところでもう遅いし、それに俺の方がお前よりも適任なんだよ。なんですって？海外の仕事なんて日本よりも大変に決まってるからな。女のお前じゃ相手に舐められて仕事にならないだろ。だからここは優秀な俺がガツンと結果を出してこないとな。結果ね。最近じゃ家事も私に押し付けるし、仕事だって残業を私に手伝ってもらうこともあるくせに、そんなゆうすけは介護の仕事で結果を出せるとでも？俺の進化は地球規模でこそ発揮されるんだよ。地球規模でどう発揮されるのよ。英語だってろくに話せないくせに。仕事のためになるからって今年から二人でオンライン英会話始めたよね。私は今も続けてるけど、ゆうすけは結局三日坊主のままじゃない。なあ、それか。ま、英語に関しては俺はいいんだよ。何せ俺には帰国子女の舞ちゃんがいるから。舞ちゃん？もしかして最近入ってきた新入社員の子？なあ、彼女が仕事辞めて俺についてきてくれるって言うんだ。こんなに頼もしい子ってないよな。帰国子女だから英語もペラペラだし、若くて可愛いから海外で二人で歩いてても絵になるし。なんでその子はゆうすけのために仕事を辞めるのよ。まさか浮気してたの？浮気なんて失礼なこと言うな。
俺と彼女は本気で愛し合ってるんだ。はぁ？仕事ばかりのつまんない女はいらないんだよ。嘘でしょ？まさかユウスケが私を裏切ってたなんて。しかも私たち社内恋愛から結婚したのに浮気相手も同じ会社って。裏切られる方が悪いんだよ。なんですって？お前はいつも仕事ばっかで全然俺のことかまってくれないし、それどころか妻のくせに夫の俺よりも出しゃばって出世しやがって、そういうところが前から気に入らなかったんだよ。出しゃばってるって何よ。私は努力してきただけ。仕事も頑張ってユウスケとの時間も大事にしたいから、家事も率先して。こんなのただのやっかみじゃない。うるせえ。女は男を立てるものなんだよ。お前みたいなキャリアウーマンと一緒にいられるか。でも舞ちゃんは違うんだ。俺のことを第一に考えてくれるんだ。そう、分かったわ。私の仕事を応援してくれて、お互いに切磋琢磨できる人だと思ってた。でもこれが本当のユウスケなのね。俺もお前は多少は空気が読める女だと思ってたよ。共働きとしてある程度の稼ぎは欲しいが、決して夫よりは出しゃばらない、そんな謙虚な女だったら浮気しなかったかもしれないのにな。ごめんね、そんなユウスケに都合のいい女じゃなくて。こんな時も可愛くない女だな。舞ちゃんと大違いだ。舞ちゃんは泣いて、私も海外に連れて行って離れたくないって俺にしがみついてきたのに。人の夫によくそんなことができるわね。お前も少しは泣いて私を捨てないでって泣きついてこいや。そしたら少しは考え直すかもしれなかったのにな。はぁ？やっぱりお前は置いていくことにして大正解だな。海外赴任は彼女を連れて行く。邪魔やめはすぐに離婚して消えてくれ。はい、了解。若い子を選んで悪いな。ババアのお前が離婚したらもう再婚なんて無理だろうが、俺を犠牲に勝ち取った今の地位があるから大丈夫だろう。まあその地位も俺が海外赴任から帰ってきたら追い越されるけどな。ご心配ありがとう。でも私の今後のことは気にしなくていいから。それよりも今すぐ離婚しようよ。あ、なんだその態度。お前本当に分かってんのか。お前は今若い女に乗り換えられた惨めな立場なんだからな。え、よく分かってるわ。それよりも今すぐ離婚しよう。え、今から役所に走って離婚届をもらってくるね。おい、ちょっと待てよ、なんでそんな急ぐんだよ。なんでって、早く離婚できた方がユウスケたちも嬉しいでしょ。あ、会社の報告も全部私に任せてね。ユウスケは彼女との今後の生活について考えるだけでいいから。なんだよその切り替えの速さは。普通はみっともなく泣くところだろう。お前はいきなり離婚言い渡されたんだぞ。え、切り替えが早い方が良くない。私が離婚を引き止めてもユウスケにとっては迷惑でしかないし。大丈夫、もう気持ちの整理はついてるし、私は二人の幸せを心から願ってるの。あれ、もしかして俺と離婚するの嬉しいの？普通は捨てられて悲しいはずだよな。もちろんすごく悲しい。でもね、あなたとナイちゃんのためだもん。悲しいからこそ二人には幸せになってほしいの。そういうものなのか。じゃあ離婚だらけのサインも先に書いておくね。そして今日中に済ませちゃおうよ。ユウスケもこれから忙しくなるだろうし、海外赴任の準備とか舞ちゃんとの新生活の準備とか大変だよね。そうだな。面倒な手続きは私が全部やっておくね。ユウスケはただサインしておけばいい状態にしておくから。それが私なりの男を立てるってやつだからさ。そういうことならまあいいか。ちゃんと手続き全部やっておけよ。それじゃあお互いに離婚後もそれぞれの人生を頑張ろうね。きっと素敵な人生が待ってるはずだし、私たちそれぞれの幸せをつかもうね。おい、何してくれてんだ。会社に舞ちゃんのことまでチクるなんて、お前はバカか。何余計なこと報告してるんだよ。大事なことでしょ。私たち社内結婚だし、どうしたって周りの人は離婚する理由は気になるだろうし、変な憶測や噂が流れるより真実を伝えておいた方がいいよね。ふざけんな。少しは俺たちのこと考えろよ。社内不倫がバレたら周りからどう見られると思ってるんだ。もちろん考えたわよ。でももっと夫たちがどう思われるかなんて、離婚して他人になった私には関係ないし。はぁ、おい、女は男を立てるものって言ってたよな。こんな嫌がらせみたいな真似しやがって。俺の評判を落とすのが立てることか。大丈夫大丈夫、これぐらいで評判なんて落ちないよ。だって浮気される方が悪いんだもんね。私に言ってたみたいにみんなに説明してきなよ。仕事ばかりの妻が悪いから俺は悪くないんですって。なんだと。
それに全部説明しておいた方が舞ちゃんも退職しやすいと思うの。私は二人のために全部さらけ出してあげたんだよ。ふざけんな。お前のせいで俺のキャリアが台無しだ。せっかくの海外赴任の話が白紙になったんだぞ。大チャンスを壊しやがって通してくれんだよ。え、そうなの？それはかわいそうに。これで満足か。でもな、こうなったらお前を巻き込まれるんだからな。お前も若い女に乗り換えられた惨めな女として周りに見られるんだ。なあ、それなら大丈夫。私に改めて海外赴任の話が来たから海外逃亡します。え、社内でどんな風に思われようがその場にいなきゃノープロブレム。おい、ちょっと待て。お前に改めて話が来たってどういうことだよ。実はついさっき部長から呼び出しがあってね。やっぱり美咲さんに言ってもらいたいって言ってもらえたの。私の実績を評価してくれたみたい。あなたより私の方が適任だって。嘘だろ。俺が白紙になってまたお前にって。もちろん引き受けるよね。これも女が男を立てた結果かしら。あなたの言う通り、そういうのって意外と大事なのかもね。お前最初から計算ずくだったのか。俺から仕事を取り戻すために、だからすぐに離婚を受け入れたんだろ。ユースケだってすぐに離婚できて若い子と結婚できるんだからいいじゃない。海外赴任の話は次こそ自分の実力で勝ち取りなさい。なんだと。そして、私は早速海外赴任の準備があるから、またね。美咲ちゃん、お疲れ様。海外赴任の件、正式に決定したよ。改めておめでとう。ありがとうございます。本当に嬉しいです。あなたの実力は認められた結果だし、誇りに思って。ところで、離婚の件は大丈夫そう？もし出勤しづらいなら、赴任先に行くまでリモート勤務にする？ご心配ありがとうございます。でも全然凹んでないのに大丈夫ですよ。あやさんのおかげで、こうして仕事も取り戻せましたし、本当に感謝しています。お礼は仕事の結果で返します。それでこそ美咲ちゃんだね。期待しているけど、赴任先でも困ったことがあればいつも連絡してね。はい、ありがとうございます。本当にあやさんのような上司がいてくれて幸せです。これからもよろしくお願いします。こちらこそよろしくね。それじゃ向こうで頑張ってきてね。みさき、助けてくれ。もう俺の人生終わりだ。インドになんて行きたくないよ。はあ、インド？俺、ついさっき人事部に呼び出されてさ。そしたら、お偉いさんも何人かいて、それでインド行きを言い渡されたんだ。へえ、海外赴任が叶ってよかったじゃない。ユースケも私と同じく海外仕事に憧れてたんだし。よくなんかないだろ。俺が想像してた海外赴任とどれだけ違うと思ってるんだ。え？一体どんな仕事を任されたのよ。偏僻なインドの田舎の工場勤務だよ。ほとんど日本語通じないかもしれないけど頑張ってくれって。しかも数年単位どころか10年ぐらい日本に戻れないかも。うわぁ、それは確かに過酷ね。お前はおしゃれなビジネス街で優雅にコーヒーとドーナツ食べながら仕事だろ。なのに俺はカレーとナン食べながらの仕事って、俺はスパイス系料理が一番嫌いなんだよ。内容はともかく、あなたが望んだ海外赴任でしょ。それなりに給料は良くなるし、いいじゃない。それにユースケには帰国子女の舞ちゃんがいるんだし、日本語は通じなくても英語は通じるかもしれないよね。舞ちゃんなんてもうとっくに俺を見捨てて退職したよ。連絡もつかないんだからな。まあ、お気の毒に。でも未来ある若い子だもの、仕方ないわね。彼女にはインドに10年も捧げる以外の道もたくさんあるだろうし。俺にはもうこれしか道がないのにずるいよ。さすがにインド行きは断りたいって言ったら、お偉いさんに冷たい目で言われたんだぞ。せっかくの名誉挽回のチャンスをあげたのに、それを断るということは懲戒解雇はいいということかねって。あら、社内不倫は会社の倫理規定に違反するみたいで、本来は懲戒処分の対象らしいんだ。そういえばうちの社長は潔癖でそういうの大嫌いだもんね。でもクビになったら慰謝料なんて払えないし。畜生、なんてものにサインさせたんだ。離婚の書類を確認したら財産分与も慰謝料も相場の倍じゃねえか。確認もせずにサインしたあんたが悪いんでしょ。最初は釣り上げておいて、そこからの交渉でお互いの妥協点を見つける。大人なんだから、そんな常識ぐらい知っておきなさいよ。だってお前が全部サインするだけでいいからって、そう言ってたからサインしたんだ。畜生、俺完全に騙された。嘆く暇があるならさっさとインド行きの覚悟を決めなさい。そしたら余裕で払えるし、
一文無しになってもすぐお金が貯まるわよ。わかってるけど、やっぱりインドの田舎工場で10年は無理だって。だから美咲、頼むよ。もう一度やり直させてくれないか。全部謝るから、仕事だって辞める。お前についていってサポートするから。ふざけんじゃないわよ。私の人生にあんたはもう必要ありません。そんな、じゃあ俺どうすればいい？このままじゃ人生終わっちゃう。そうね。インドで頑張ってみたら？ほら、インドって、行くと世界が変わるって言うし、きっと素敵な経験になるよ。そんな。それにしても私は浮気されても、ユウスケに泣きつかなかったのに、ユウスケは簡単にみっともなく私に泣きついてくるんだね。美咲頼む。土下座でも何でもするから、俺を見捨てないでくれ。最初にあんたが私を捨てたんでしょ？それじゃあ私は海外赴任楽しんでくるから。あんたも自分の人生、自分で切り開いていかなきゃ。じゃあねー。浮気男に幸あれ。その後すぐに私は海外赴任に旅立ち、忙しいながらも充実した日々を送っています。一方、ユウスケはインドの田舎工場での過酷な仕事に苦労する日々、言葉も文化も違う慣れない環境と現地スタッフに悪戦苦闘しているんだとか。特に現地の水は未だに体に合わず、常にお腹を壊していると聞いています。ちなみにお世話になったあやさんは定期的に、無理しないでね、応援してるよと日本食を送ってきてくれて、本当に最高な上司です。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。